ユンタク二平デビル。はい、2018年8月22日水曜日6時を回りました。ユンタク二平デビルのお時間です。今日も生放送でお届けしております。6時55分までお付き合いよろしくお願いいたします。パーソナリティはヨギナオと、はい、ミキサーのキャンです。はい、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、この番組は有限会社二平デビルとユンタクコーヒーの提供でお届けいたします。8月22日水曜日、明日は運慶です。運慶の準備してますか？してますよキャンさん何気に長男よね。はい、あの家の木を猫から引っこ抜きましたからね。お利口さん。フェイスブックに載せましたけどそう、私はあの本当は日曜日やる予定だったんだけど、今日朝からお墓の掃除してきましたが先週ですよね、七夕。本当はあの七夕の時なんだけど、七夕がね平日なので、であの、まあ、旦那が休みの日曜日にってやる予定だったんだけれども、はい、まあ、あの旦那のお父さんが今日ちょっと暑いからってことで、前日にやろうよ、急盆前だったらちょうどいいんじゃないって、で朝早く行こうって言われて6時半から行きました。いやその方がいいですよ今の季節な暑さ危ないですからね。そうだけど結局8時までかかったそう2人だからさ、はい、あ、まあそうですよね。そう、頑張った頑張った。そう、皆さん、あの沖縄はね明日から休盆になりますので、あのだいぶ慌ただしく、ちょっと車も混み始めておりますので、はい、皆さん準備はいかがでしょうか。はい、あの安全運転でまたあの移動もお願いできたらと思います。はい、今日もすごい忙しく慌ただしくちょっと始まりましたが、今日あの皆さんツイキャス、あのユーストリームでも配信しておりますが、今日私すごい変わったのでて、そう、あの電波を載せてる方は何が変わったか分かんないと思いますが、あのネット見てる方、あのネット見れる方はぜひあのコメントもお待ちしております。そして私の顔も変わっているので見てみてください。何がどう変わっているか、ぜひあの感想もお待ちしております。お願いいたします。はい、ではこの辺でオープニングナンバー行ってみましょう。はい、はい、今日もちょっとノリノリで、ビッグバンでビューティフルハングオーバー。知ってますよ。知ってる。これ誰のチョイス？私で。君はさ、このチョイスはそう、あのやっぱり綺麗なそうまさみさんお迎えするので、いや嬉しい。そう、これでも直訳するとなんか美しい二日酔いってなってんの。そうです、そうです。直訳するとおかしいんだけど、美しすぎて酔ってんだよね、なんか、ね、はい、その相手の方に、相手の方に、多分その女性が美しすぎてもう二日酔いしてる、酔っちゃってるじゃん男性が。だから最初これ直訳なんだろうと思って、なんか今日私も綺麗にしてもらえるし、綺麗なゲストさんなのでビューティフルハングオーバー。行き先はまだ、大塚健二さん、運慶、運慶、運慶です。運慶。そう、伸ばすんだよ。運慶だよ。アシュプリームさん、ナオさん、キャン君、僕好みの素敵なゲストさん、こんばんは。大好物でしょ。シュプリームさんです。シュプリームさん、ありがとうございます。そういえば、ナミさん、あれですよね、読谷の例のやつは、うん、あのヤフーニュース載ってました。嘘、そうなんだ、見てみよう。そう、あの、あやちゃんさん、あやちゃん、そう、あの、あ、言ってるのかな、そうそうそう、あの、あやちゃんね、一緒にモデルした、はい、まさみさん、楽しみにしています。ナミさん、さらに素敵な顔を近づけて、見えるめっちゃ見えるみたいな、私もどんだけみたいな。鳥の種類、それウコッケ？大塚健二さん、ウケる。ちょっとやっぱ運慶が、そう、運慶、ウコッケじゃないよ。今日も絶好調だね、大塚健二さん。いや、仕事ね。これって映ってないですよ。あ、これ私、本当だ。ね、うん。右端ですね。そう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 、矢がすりの、そう。東京ウォーカーの記事に載ってます。あ、なんかいろいろ載ってってもわけわかんない私。どこにどう載ってるかわかんない。
東京オーカーの記事で、そのままヤフーニュースに載ってますね。そうなんだ、はい、やったもういろんなとこに載っててわけそう、ギャラはまだですこんな後悔しちゃいかん大丈夫ですね、あのツイキャスの方しか聞いてないんでYouTube の大丈夫ですよ、ちゃんとちょっと、いろいろあるので、大人の事情が大丈夫です、僕はあのエキストラでギャラもらってないんでいつも、そう、あの曲をゲストさんに合わせてチョイスするので、はい、そうそう、これなんですね。なのでここへです。そう、あのまさみさんの聞いてからチョイスするので、やっぱ被るとね、なるほど、ちょっと遅くなっちゃって。あ、大丈夫です。でもその分イメージはして、で被ってなければそのまんまやるので。なんか今回悩みましてでもやっぱりここはもう安室ちゃんしかないだろうと後でお話ししたいんですよね、安室ちゃんが、はい、私たちに残したものという。曲紹介するときにあのお願いしてもいいですか、今日の曲。あ、うん、分かりました。で、なんかその思いちょっと話してもらえれば。分かりました。もうカウントダウン入ってるもんね。うん、そうだよ、もう、もう1ヶ月切ったもん。今日って何日でした？9月16が引退ですね。あら、今日コインまだないよないよって。はい、お願いします。ちょっと忘れ物取りに行ってください。はい、その出れる余裕は。いいよ。前回があの、ね、お肌の乾燥とかそれだったので、はい、まあ、その後私頑張ってますってことで教えてもらってね、今日褒められましたってことで。そうそうですね、もう本当そのお肌でしたよ。あ、あやさんありがとうございます。美人お二人、イケメンお一人にチップいただきました。ありがとうございます。このチップの意味があまりわからず、コイン5枚になるとツイキャスが30分切れずにそのまま流れるんですよ。うーん、なるほど、朝来てましたね、はい、なのであの、うん、ゲストさん、ゲストさんじゃない、リスナーさんのおかげでツイキャス切れずに見れるのでよろしくお願いします。もういっちゃう。三中健吾さん、お母さんが似てるって。あ、すいません。2018年8月22日水曜日。はい、すいません、失礼しました。始まってるとは知らずにツイキャスのコイン入れるのに夢中になって大変失礼いたしました。そう、あのコインくださいとかってあの声かけをしたら、あの今日あや育休ちゃんさんからもいただきまして、美人お二人、イケメンお一人にチップということでいただきました。ありがとうございます。そうそう。プリズムさんも来ました。ありがとうございます。今夜のゲストはまさか松坂慶子さんじゃないですよね。もう熟女好きにも程がある大吾さん、あ、見たことある。そうそうそう、今日実は2回目のゲストさんになります。早速ね、ご紹介したいと思います。本日のゲストさんはまさみテラス代表、てるやまさみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そう、皆さん見たことありますね、この美人さんは。一回見ると忘れないですよね嬉しいです、ありがとうございます。あの、そうか、前回出演していただいたのは確か6月だったかな。あ、6月ですね。そうですね、うん、6月に出演していただいて、でその後この、ね、
番組終わってドアを出てすぐあの次のアポ取りましたね。そう、早い方がいいですよって言って、はい、そう、それで即取っていただいたんですが、もう空いてるのがね8月っていうことだったので、はい、ちょっと皆様には2ヶ月お待たせしたような状況になりますが、はい、やっぱり1回ではね伝えきれないことが多いので、はい、やっぱり2回来ていただくのが理想かもしれません。そうですね、なんか2回と言わず、そう、何回でもヨギナオさんとキャンさん楽しいのでありがとうございます。ありがとうございます。そう、今日実はですね、さっきから私すごい自慢してツイキャスで、そう、ちょっとカメラが近、今日遠いのが今日は逆に残念いつもぼかし入れてとか言ってるんですけど、今日そう、まさみさんに、はい、すっぴんで来てねって言われて、はい、もう本当にすっぴんで外を出歩くことなんてほぼほぼないのでメガネして前髪もバサって下ろしてきたんですけど、無理言ってでもすごい、このお肌の、はい、なんていうの、スキンケアから、うん、最初からすごいやっていただいて、はい、もうベースメイクもやって綺麗にしてやって、もう本当に丁寧にしていただいて、若干私痩せて見えますかねもうこのもう今日こそは見てほしいぐらいな感じなんですけど、すごい本当に綺麗にしていただいたので、うん、今日は皆さんパソコンの画面でもいいですよ見てもとかとってもなおさん綺麗です。女優さんみたい、ツヤ肌メイクしていただいて、そう、普段やっぱり自分でできないメイクをやっていただいたので、うん、すごい嬉しいです。私も嬉しいです。メイクをさせていただき大感謝です。 ありがとうございます。お肌がねめっちゃ綺麗でした、ありがとうございます。いや素晴らしい前回保湿がね私圧倒的に足りないというのをありましたので、乾燥してるのねって言われて、あ、ちゃんと頑張らなきゃっていう話をしてたら、はい、キャンさん保湿してるって言うからもうキャンさんに負けてられないと思って、女子力高めの たまにですけどねそうそう毎日ではないですけど、なのでそれで頑張って化粧水とかね、はい、その保湿のやり方をちゃんと教えてもらって、うん、そしたらちょっと効果出てたみたいな。プルプルでした。もうよかったです、はい、年齢も知ってますけど全然見えず、あとね眉毛もね生やしてきて、そうやっていただいてそう、眉毛も多分2週間ぐらい、あー素晴らしいですね。そう でもね、もう元々そんなにボサボサではないので、うんうんうん、そうなので、そこはちょっとカバーしていただきました。うんうん、はい、はい、そうなので前回の感想から保湿を得て、はい、今日のメイクに至りますやっぱりねちゃんとやっていただいた成果は出てましたし、それがあるのでメイクもねなんか楽というかスムーズにね、ベースメイクがやっぱり鍵を握ると思ってますので、ね、もう前回すごいなんて言うんだろう、もう私にはぐさぐさ刺さるくらいそうでしたというのは要はあれなんですよ、ね、私がそれなりにやってなかったっていう本当ですかそもそも基礎を怠っていたっていうので、うん、ぐさぐさきたので、そうだよね、もうこの年に、ね、うんうん、なってまで基礎を怠るなんて持ってのほかだなって、そう自分で自業自得なんですけど、気づきで行動するってやっぱすごい大事なことで、うん、素晴らしいですよ、ね、さん、もうきっかけをありがとうございます、うん、もうね、前回はその乾燥とか保湿とかっていうお話をしていただいたんですが、うんうん、はいはい、そう、まあ、メイクの先生でもあるんですが、はい、そう紹介させていただいたまさみテラスっていうのが、はい、まさみさん その活動の、はい、そうですね、まあ、お名前というかこの屋号というか、そうですね、うん、自宅サロンの名前になるんですけども、ね、沖縄県の西原町でメイクサロンを運営しておりまして、まあ、私の名前のまさみと、うん、テラスというのは私テルヤと言いますので、テルヤからのテラス漢字がですね、テラス、そういうことですね、はい、プラステラス、もう一つは庭と家をつなぐ場所のテラスの意味を込めて、お客様と私をねつないでいただいて、また私がまさみがねお客様を照らす光となるようにという形で、画数にもですねすごくこだわって、あとは小学生でも読めるようにひらがなということもこだわってつけさせていただきました。すごい素敵、
すごいあの熱い話をしている間に太鼓さんすごいあのコイン2ついただきました。ありがとうございます。あのこれでそのまま1時間見ていただけるので嬉しい、はい、この番組はリスナーさんのコインによってあの無事に放送させていただいております。いつもありがとうございます。そうすごいですね。あれどうしたんだろう、誰太鼓さん誰かと間違ってる。昼の番組ですげえ絡まれた人なんだろう。私太鼓さんと絡んだ。絡みました。あもしかして別のお昼ぐらいでしたっけ以前。あ FM 機能は、はいはい、5人ぐらいで行きましたね。の時かしら、その時かしら。そうですね。絡まれたの太鼓さん。その時になんか沖縄に来るどうこうとかっていうのを、うん、ちょっと山形の方です、はい、言ってたと思います、はい、あ人生送りバントさんお久しぶりです。大人の女性に囲まれていてヤマハ音楽教室みたいですね。そのヤマハどういう音楽教室って大体お子さん大人というか子供向け大人向けだとギターとかあのベースとかそういった弦楽器のイメージですけどね。あんまりちょっとそのすいませんね、あのヤマハの音楽教室ってドレミファソーラファみたいなあの子供が歌ってるあの CM のイメージだったんですよ。確かにそうですね。そういう大人の女性も通ってらっしゃるんですね、はい、人生送りバント、はい、そうすごいありがとうございます。あのまさみテラスではこうやって、はい、いろんな、ね、あの、はい、メニューがあって、あのそのやっぱりお肌ってねそれぞれ違うので、うん、はい、そのそれぞれに合ったあのこの保湿だったり基礎、そうですね、なんだろう、ケアの仕方とか、はい、メイクの仕方っていうのを教えていただけるんです、ね、そうですね、あのまさみテラスではあの子育て中ママを中心にしたメイクレッスンをやっております、はい、でまだなぜかというと私が活動できる時間帯が平日の11時からだいたい2時までの間というので、はい、子供が私も現在実際に子供を3人育ててる現役ママになって、はい、うん、ママですので、その学校に行ってる間に活動しておりまして、自宅企業ですね、あのですので子育て中ママを中心にやっておりまして、やはりあの例えば、まあ、ベースメイクでもアイメイクでも眉毛もちょっと習いたいよって来てくださるんですけれども、やっぱりみんなお肌の調子が、まあ、微妙というのが正直ですので、結構ですね、あのメイクを習いに来たのにスキンケアからというスタートが多いんですよね、まあ、ほぼですね、多分なんか私もそうなんですけど、そうなっちゃってるというか、なんかメイクでなんとかできるって思っちゃってるのが多分私たちみたいなこの一般的な素人の考えで、でもやっぱりねスキンケア、あの土台をしっかりしないと、うん、そもそもメイクがうまくいかないっていうのを教えていただいてやっと気づいたみたいな、うん、はい、もう今日ねベストなお肌で来ていただいたんですけど、私が同じコスメを使ってベースメイクを作っていく、まあ、メイクしていってもあの素肌の状態ですね、もともとの土台によってもう全然違う仕上がりになるので、特に、まあ、30代以降からはスキンケアは重視した方が、まあ、あの40代50代に向けていけるという、やっぱりねメイクで隠しきれないということはね出てきますので、はあ、やっぱりね40代超えるとあのベースメイクをナチュラルに薄く仕上げるっていうのが、うん、より美しさを引き出すというメイクになってきます、うん、なんか私も思います、普段がっつりそんなメイクをやってますっていうような感じのメイクはしないタイプなので、やっぱり綺麗ですよね、ナチュラルにする方が、うん、なんだろう、楽だったりっていうちょっと考えとかもあったんですが、うんうん、逆にスキンケアしてないと、はい、このナチュラルメイクが合わないってことですよね。できないですよね、うん、結局ファンデーションでごまかそうとするのはもう20代でも20代なんか何塗っても綺麗なんですけど、だいたいほうれい線とか目の下のね線にパウダーが入ってちょっと夕方痛い感じになってくるので、まあ、そういうのをなくすというかスキンケアしかないんですよ、はい、日々のスキンケアですね、はい、本当にしみじみもう綺麗でした、
もうありがたいです、はい、また続けていただけるとね、はい、迎えるべく50代をね素敵に過ごせるという本当です、はい、もう40超えると30代みたいにちょっとや外じゃ何も変わらないのでしっかりねやらないと。そうですね、まあ、特にまさみテラスには子供を連れてきて OK ということで、うん、赤ちゃんを連れてくる方が多くいらっしゃいますけど、うん、やはりその時期って私も子育てをして経験、ね、してるんですけど、うん、忙しい子育てにということで、はい、やっぱり、まあ、私はしっかりできる方ではあったんですけどみんな自分を後回しにしてしまうと、うん、後が怖いので、うん、私のレッスンに子供を連れてきていいっていうのはその時期こそがね最も大事というかね、そこを過ぎてスキンケアを始めようとした時の自分の顔を鏡で見た時にはね、うん、ちょっと絶望的に思う可能性があるので、うん、やっぱり普段から、ね、うん、忙しいとはいえちょっとその期間を空けてしまうっていうのは大きいですよね。もうほぼやらない。なんかこうちょっとこう公園に行くにもね、うん、忙しくて日焼け止めも塗らなかったっていうのは、うん、後々ねすごい怖いこと、うん、特に沖縄ではね、確かに、はい、肌老化の8割は紫外線ですね。大変ですね、もうこの沖縄直射日光がねやっぱり県外に比べてすごい紫外線の、うんうん、なんだろう、その吸収率、はい、それも高いと思うのでそこはやっぱりしっかり紫外線を、まあ、日焼け止めを塗るだけでも違いますし、うん、私のレッスンに来て気づいてスキンケアをやってくれる、もしくはママ例えば先日も感想であったんですけどね、保育園に子供を迎えにレッスンの後行ったら、うん、ママかわいいって、うん、そうするとねママの心にもね嬉しい気持ちでわーってね、うん、心が温かくなるし、子供もねママを見てね可愛いと思うね、うん、やっぱりそういうもういい循環しか生まないんですよね。やっぱり素直ですもんね、子供はね。そうです、子供が言うってことは間違いないんですよね、うん、もう子供って何でもいいことも悪いこともポンポンって言っちゃうので、うんうん、でまたあと気づいてくれるっていう喜びね、うん、はい、ね、いいですね。大吾さんダメですよ、洗顔もしてないなって男性でもちゃんとやらないとね。はい、やってください。そう、老化しますよ最近メンズエステもね、そう、沖縄にもどんどん入ってきてますしね。いっぱいありますからね。やっぱり入ってこれるそう、今日だからすっぴんできてもうお肌のケアからやってもらってる時に、そう、山内さんにもすっぴんは見られました。社協の方もね5時の時間帯にいたので、そう、でもそれでもやっぱり綺麗でした。徐々になんだろう、はい、ベースを綺麗にしてもらえて、自分でもあ、お肌綺麗になってきてるっていうのを実感して、はい、なんか山内さんもノリノリでしたよ。男性用もあるはい、できるよって意外と反応良かったですね、うん、メイクというかスキンケアの部分で、はいはい、男性もできるという ねものを持っているということですね、うん、大塚健一さん、髪のメイクあれでなんとかなるか、はい、ハゲにも効きます、まあ、個人差はありますけど本当です、薄毛ということですね。そうらしいですよ、薄毛ですね、まあ、油とか頭皮とかも関係ありますからね、うん、そうですね、うんうん、そう、すごい、なんか大吾さんちゃんと覚えてるよってことで、ね、ヒルクライの番組で番組の紹介とかしてるのにコメントに反応して5人くらいクスクス聞こえるんだもんってすいませんそう、まあね、人数がいるとワイワイ楽しくそうしていたかと思います。大吾さん、洗顔の泡が鼻の中に入るのが怖くてどんなよどんだけの泡をもしかしてあれかな、怖くて目が閉じれないとか大丈夫、鼻に入って鼻は避けてやればいいのかなって、なんだろう、うん、かっこよくなりますよ大吾さん、ね、そうそう、ぜひぜひ男性もねちゃんとうん、キャンさんみたいに女子力上げて、ね、やってもらうと、いやもう僕油が結構すごいんで、顔の、はい、それで結構細かくやっちゃいますね。でもね、男性の方も洗顔することで、うんうん、やっぱりこの老化防止というか、洗顔老化防止というか、やっぱりケアか、なんかこう油がね多い方は一旦汚れをねしっかり落として、はい、やっぱ保湿はしてほしいんですけどね、うん、男性の方でも洗うばっかりじゃなくて、そうですね、うん、あと日焼け止めもやっぱりやってあげると、うん、男性の方でもねお肌はやっぱりこのたるみとか、うん、そういうのはね改善されていくと思います、うん、はい、うんうん、特に沖縄はね、うん、油っていうかねベタっと、なんか湿
気もあるから、そうですね、このベタベタ感かもしれないですね。うんうん、ね、そうそう、タイゴさんはでもビキニとかそんビキニじゃなくてごめん、タイゴさんごめん、ビキニになったら大変だよね、タイゴさんもしかしてニキビじゃないですかニキビ出したね、ニキビになったことや、ごめんね、タイゴさんじゃあ、タイゴさんはそれでいいかもしれない多分、ね、あのお水がやっぱり山形とかだから、あー、良さそう、水沖縄と、はい、違いますね。ね、違うもんね。そこも、そこもごめんね、ビキニ。すごい、すいません。やっぱ水大事なので、うん、やっぱりその辺で、うん、はい、やっぱりこの山形の綺麗な水で洗ってるんでしょうね。うん、すごいな、タイゴさん。はい、でも、なんでしょう、よりね、うん、イケメン、自分に手をかけると、なんかこう、自分を大事にしているという自己肯定感とかも芽生えてくるんですよ、うん、ママとかも。だからこう化粧品とかもあまり何でしょう、何百円単位のものよりもちょっと可愛い箱のね、なんかいいものを買うと箱を開ける瞬間からもう始まってるんですよ、ビューティーが。ワクワクする、使う時もっていう、その気持ちが美しくするんですよね。なんかやっぱりいろんなメーカーさんのね、化粧品とかいろいろありますけど、はい、うんうん、まあ、あの確かにこの化粧品コーナーで安価なものもあれば高価なものもあるっていうけど、うんうん、やっぱりなんかパッケージ見ちゃいますよね。パッケージ大事ですよね、うん、もうピンクとかね、なんかキラキラとかあるとなんか自分までキラキラってなりそうな、はい、そんな感じですね。もう大好きな、はい、メーカーさん、やっぱりそのね、女子はそこに、うん、で使う時もやっぱり自分がワクワクするものを使いなさいと私は言ってますね。別にそのいろんな、もちろんカラーとか骨格とかあるんですけど、うん、ワクワクしなければ、うん、ね、この色はちょっと苦手だけど、じゃあ似合うって、あなたはこちらがいいよって言われたから乗せるのと、私これが使いたいと思って乗せるのとでは、うん、もう気持ちがもう最初から違います、ね、全然違うの。それも私も一緒なんですよ、うん、どんな色が女性を美しく見せるかとか、特に40代以降は、うん、もう分かりますけど、私がコスメコーナーに行ってときめく色は違うんですよ、うん、うわーこのラメみたいなねそういうことを大事にして、メイクはまず楽しむというスタンスでやってもらいたい、うん、それが一番ですね、もう、はい、そうじゃないと続かないですね、うん、続かないし、綺麗になるといいこと尽くしですよ、うん、私今日ここに来るときガソリンを入れてきたんですよ。で、まあ、T ポイントカードが貯まるところで、はい、あとクレジットカードも使えますっていう形で、で、まあ、ね、2円引き、うん、なんか T カードが持ってるとって言われたんですけど、はいはい、その若い男性の方が戻ってきて、まあ、このカードとクレジットカードと T ポイントのサービスが併用できなくて、うん、ポイントがちょっと貯められないっていうことは割引もできないっていうことで、うん、まあじゃあいい、いや全然ね、いいですよって。だけどその人が小さな声で内緒で、でもあの特別に10円引きしときましたっていうリッターこういうのってやっぱり綺麗にしてる特権かなっていつも思うんですよ。それはた、ね、どう思います？何もないよりはキャンさんも絶対なんかサービスしちゃうよね。しちゃいますよね絶対。ごめんなさいって、別にこの人が悪いわけじゃないけど、はい、この人が謝ってお願い、ね、したわけじゃないのに、そうで、その人が、あ、よかったらどうぞみたいな、ね、もうラッキー、そういう特権はね使った方がいい。まあ、そういうのが、まあ、ちょこちょこ綺麗にしてるとありますし、やっぱり誘われることも多くなるし、あとは呼ばれる場所も変わってきます、はい、なので綺麗になることで、まあ、キラキラと楽しいことを引き寄せて、うん、自分のねステージも上げられることは不可能ではありません、うん、まあ、なぜなら私がそうやって生きてきたので、あのそれを実体験しているからこそ、美しくいてほしい、綺麗になってほしいっていうのを常に常にママさん、一般の女性の方に伝えているという感じですね、うん、そすごい。だからあのメイクだけじゃないっていうのがあのまさみテラスで、そうですね、いろいろ聞けて、人生相談とも言われますし、うん、婚活女子をね、うん、結婚に導きました2ヶ月でですよね。そう、いろいろと楽しいことも満載なので、はい、ぜひあのまさみテラスでね、またあのテリアまさみで検索してください。ブログもやってます、はい、もうちょっとあっという間の中盤戦なんですが、ちょっとこの辺で、まさみさんのリクエスト曲をかけたいのですが、あの今日ちょっとね思いがあってこのリクエスト曲っていうことなので、そのちょっと思いもお話し
していただいて曲紹介いきましょうかね。はいはい、今日の曲は安室奈美恵さんのラブストーリーという曲をお願いしたんですけれども、やはりですね、9月16日に引退される沖縄のね、スーパースター安室ちゃんをぜひ選びたいと思っていたんですけれども、まあ、この曲は、まあ、一番いいのは結局あの音楽の曲でリズムが好きなんですけれども、自分の信じる道のためにね、愛している男性を選ばないとかいう切ないね、うん、そういう思いが込められた曲というのもなんかグッとくりますし、あとは安室ちゃんへの尊敬と感謝を込めて、安室ちゃんがね、沖縄からスーパースターが出ないというものを払拭してスーパースターになった。安室ちゃんが私たちに残したものは愛と感動と細い眉毛。それが今ね、私のメイクレッスンに来る40代に多大な影響を与えておりますが、感謝を込めてこの曲を選びました。大丈夫。最後言えばよかった。そこはキャンさんが。大丈夫でした。大丈夫です。なんだろう。後でなんせチクチクコメントするごめんね。あとメールが一通来てるので、メールが一通来てるので CM 明け紹介しましょう。はい、お願いし、キャンさん、僕もお願いします。あとは次は何を話すか、ちょっと曲と CM 明けたら、今度は、実質55分までの放送なので54分ぐらいにはもうエンディングで切るので、そしたら曲が流れてきたらもう終わりの合図なので、はいはい、なので、告知をお願いします。9月11日のイベントと、はい、イベントと10月のイベントをちらっと触れたいです。大丈夫です。で、あのブログの紹介をして、またこちらから詳しく見てます。ありがとうございます。いつも喋ってばっかり楽しいです。楽しい。2回目だとやっぱり何だろう、もうちょっとリラックスできますね。あの時間配分とかも慣れてくると思う、うん、いや、それは任せます。大丈夫。ライブやるんだよね。そうですね、決まったのよかったですね。なんかライブしないって言いながらどっかでやりそうだなと思ったら前日に来た。さすが。それも宜野湾で、ね、でも綺麗ですよね。あのイッテ Q 見ました？見た見た。なんかすごい綺麗、見ながら号泣してた。今思い出しながらもルール号泣しちゃうし、安室ちゃんの美しさ、なんと同い年なんですよ、ね、信じられない。なんかあの40歳になって、あのミニ超ミニスタートが似合う、なかなかいない。肌も全然ほうれい線とかもないし、一体何を使ってるのって。日頃の努力がすごいんでしょうね。絶対努力してますよね。絶対あれよね、あの歌手とはいえアスリートだよね。結局今の段階で引退するってことは、ダンスして歌うっていうのがスタイルだからやめちゃうのかなとか、はい、うん、なんかね、やめずに。あ、でもあのスタイル、あとね、ラブストーリー好きです。アンミカトーク。何アンミカトーク。どんなトークだ。ブリーさん間に合った。今日も頑張ってください。ありがとうございます。でも引退か、その後どうなるんだろうみたいな。イッサさんも再ブレイクしてますし、ね、あの年代の方々のパワフルな感じってすごい勇気もらえますね。でも劣化せずにね、はい、やっぱりアユとかはちょっとね、やっぱり劣化じゃないけど綺麗ですけど、安室ちゃんはそのまんまだよね、すごい変わらずですよね、うん、なんか浜崎あゆみはなんか外人風になってきたよね、なんか僕ら。そうです、ちょっとあのマドンナさんに近いかなっていう。 なんだっけ、はい、あと一人、出てこない名前が、すごい一時太って、うんうんうん、はい、歌姫ですね、マライアキャリー。なんか一瞬なんかかぶってしまった。あのふっくら具合が、何がすごいんですか。本当すごい。安室ちゃんね、安室ちゃん。あ、なんか今日今これ見たら同じ白い、あ、羽織りますね。でも
努力するって本当に報われるんですよ。私もこのアンズコーポレーションさんっていう化粧品会社もやっぱり代理店になってほしいと言ってもらえる、うん、それって見た目というか、ね、大事ですよ、活動とか、それは自分がここまで頑張ってきた、うん、そういうことに認められたって証です、うん、あとは呼ばれる場所も違ってくるし、周りの人も私に対するめちゃめちゃ貪欲だな、あやちゃんは。今のアムロちゃんね、あのブレイク、あの昔のはちょっと困るけど眉毛そろっかなってすごい流行ってる。その時私も眉細かった気がする。ないのに余計細くするから生えてこなくなるんだよね。やっぱり眉毛は私もこの間フェイスブックでもガツンと言ってやったんですけど、剃るのも切るのも禁止だと、うん、だからもう本当に私もだからもともとそんなないから、だから逆に羨ましいです、形が作れる人が。あ、ね、楽なんですよ逆に、うん、もう眉頭しかないのに眉毛描くのが苦手ですって言ってきてならそりゃ無理で、結局もうお絵描き僕もちょっと眉毛、抜いちゃってもう生えなくなってきてるんで。ねえ、生えなくなるのよ、うん、だからあるとちょっと眉尻を描くだけとか、うん、でそうそう、自分にとってもメリットしかなくって、羨ましいんですよね、形は。アムロちゃんね、自分でできそうだけど、あやちゃん、うん、何でも頑張り屋さん、うん、元もいいからね、うんうん、とってもいいと思いますよ。のぼてるのぼてるさんは毎月月末のぼてる、のぼてる、あ、のぼてるのぼてる沖縄那覇っていうのが、あの元都ホテル、あ、すごいスタイリッシュでオープンしてるので。都ホテルって首里ね。そうです、それが全面リニューアルしたんです。行ってみたい。あのフランスのあのアコーホテルズっていうそのグループなので、沖縄、日本で唯一なんですよ、うん、なんかあれですか、ここでもなんか、あ、ちょっと涙が出る、あ、で、あれなんだ、関係あるですか、やってるんですね、うん、毎月月末出てもらってます。はい、じゃあ15秒前ですね。はい、ちゃんと始めましょうね、最後はガッツリ告知させて。はい、8月22日水曜日6時37分を回りました。先ほどはね、ちょっとあのCM 明け失礼しましたので今ちゃんとやりました。ということで、いつメールが来ているということで、じゃあメールの方から紹介してから告知いきましょうかね。はい、お願いします。ちょっと紹介させていただきたいと思います。北野リスさんからですね。久しぶりです。はい、お綺麗なお二方こんにちは。こんにちは。わさみテラス、はい、お客様を照らす光に、なかなか良い言葉ですね。嬉しい。ヤギナオさんはジャンヌダルクでいつもありがとうございます。マサミさんは女とか言ってアマテラスですね。そんな素敵な女性です。ということでメールいただいております。ありがとうございます。お久しぶりです。元気ですか。はじめまして。いつも私のことジャンヌダルクって言ってくださってもありがとうございます。そうですよね、毎回いつも言っていただけるので。そうです、ありがとうございます、はい、もう、あ、ひふみさんお疲れかっくんちゃーってことで、今日もありがとうございます。すごい、今日後で来るかしら。すごい、今日いつもより綺麗です。いつもよりって自分で言ってるからね自分で下げない、下げないそう、より綺麗にしていただきました。はい、その、あの、まさみさんから告知がありますので、どうぞ思う存分そう、皆さんね、でも綺麗になるコツを知りたいですよね。ありがとうございます、はい、あの、ではがっつり告知させていただきたいと思いますが9月11日にまさみずメイクイベントっていうのを開催させていただきます。とコラボイベントになりまして、はい、とイベントの主催者はママポートの橋本千春さん、あと那覇市のですね卓球バル店長岩瀬和也さんという方と一緒にあのイベントをさせていただくんですけれども、日程が9月11日、はい、で時間が11時から14時、場所がホノレール大野山公園駅より徒歩1分の
バルコラボ卓球バルということで、ここ卓球ができるバルになってまして、バリですか、うんうん、卓球バルってでもすごいですね。すごいんですよ。で、福原愛ちゃんの旦那さんが来たという、うん、で卓球をそこでしたという、そっか、あれですよね、スポンサーさんが、そうです、そうです、そうですよね、あの、うん、愛ちゃんの旦那さんの、なんで一応すごい、すごいところでやりますね。 で一応参加費は2500円でなんですが、ランチ代込みでフリードリンク付きという、結構ですね、この価格って私あんまり出さないので、びっくりしました今、すごい頑張ったんです。これプラス、そうプラスすごいのがあってこれなんですけど、私アンズコーポレーション様、アンズコーポレーションという会社の代理店をしておりまして、そこからですね、価格がランチ付きで2500円にもかかわらず、コラーゲンドリンクビーナスチャージというドリンクをですね提供していただいて、なんと参加者全員に、しかも1本じゃないんですよ、3本お一人にプレゼントするという。でこれすごくって、まあ、1800円相当なんですけれども、値段ばっかり言っちゃあれですけどまあ、ビーナスチャージっていうんですけど、ハリのあるツヤ美人の鍵となる低分子の発酵コラーゲンペプチド、なんとですよ2万ミリ入ってるんですよでそんじょそこらコラーゲン、コラーゲンドリンクってコンビニで売ってるようなものとはレベルが違うんですよ。あとプラセンタヒアルロン酸っていうのも入ってますし、コラーゲンって毎日減っていくんですよ。なのでぜひ毎日1本飲んでいただくと、肌だけではなくて通常ですね、日常の生活忙しい方は特にね、体調面も整ってくるという感じで、このすごいコラーゲンドリンクをサービスさせて、すごいですね、このサービスではない、プレゼントです。参加費2500円でこんなプレゼントなんてね、手帳、そうですね、まず2500円というのもすごいんですけれども、利益除外で考えさせていただいたのは、まあ、ママを応援したいという気持ちが私にね特にあって、私も子育て中結構ね辛い思いというか、初めての長男の時には特にねしたので、やっぱ元気になってもらいたいですし、私をね普段応援してくださるのはねママが多いということもあって、恩返しのね意味も込めての破格の、もう多分次やらないかもしれないというなかなかこのお値段は、ね、はい。でもう残席15名募集して、今あと9席という形になっておりますので、早めにねブログやフェイスブック、はい、インスタグラムからもお申し込みできますので、申し込んでいただきたいという、はい、ぜひよろしくお願いします。そうですね、あと特典とかね、この魅力みたいなのは、赤ちゃんや小さなお子様を連れても参加できますよっていうね、すごくやっぱママ向けのイベントなんですけど、まあ、女性のためママのためということなので、ママでなくても参加できるということは、ちょっとね皆さん、ちょっとママを強調すると参加できますかっていう問い合わせがあったりしますので、わかります、私そういう人でした、はい、大丈夫ですので、ママじゃなくても参加できますね。私通常はホテルでのイベントが多いというか、ほぼそこでしかやらないんですけれども、今回はちょっとそういう硬い部分を崩して、リラックスして、お子様連れですので、気兼ねなく、そうそう、参加できるようにということで、卓球バルさんを選ばせていただいたという感じになりますね。あとは時間の許す限り、私が魅力を引き出すポイントメイクをして、参加者の方に、はい、あります、そのありますし、あとはトークで、まずはね、はい、皆さんが私に聞きたいことね、うん、3人の子育てをしながら自宅起業して、どうしてこんなにもねビューティーを維持してね、モチベーションを維持していられるのかっていうお話をねさせていただきたいと思います。であとは当日 LINE アット、テリアマサミの LINE アットに登録していただくと、メイクレッスンがね 30% オフ、30%、一番高い価格ですねこれ、割引率が大きい、ね、当日のみですねさせていただきます、割引のクーポンを差し上げるのと、あとはメイクグッズを1名様にプレゼントと、あと2名様にまさみ語録っていうね、私ポジティブな言葉とかね名言結構どんどん出してるので、例えば近いところで言うと、とんかつは衣までとかねなんじゃそりゃっていう話、Facebook とブログ見てくださいとか言って、そういうのをちょっとカードでね作ってくれるっていうことなので、主催者の、ね、橋本千春さんがね、それをね、でさ、やっぱりプレゼント、このコラーゲンドリンクもこれ3本すごいのでね、ぜひ、あと9名ですね、すごいですね、この
特典盛りだくさん盛りだくさんなんですよ。こんなのはもうやらないかもっていう、うん、この価格でなんかね、価格も安いのにこれだけ特典がついて、はい、でまたクーポンももらえてって どんだけ持ってるんですかみたいな感じですよね。やっぱり感謝ですね。やっぱりあの Facebook でもいつもねたくさんのいいねをくださったり、先日誕生日でしたけどね、お祝いコメントもまだ返せてない方もいますけど、必ずお一人お一人に返しますけれども、うん、あの皆さんの感謝を込めてのイベントを9月11日ね、大野山公園近くの卓球バルさんでやりますので、うん、ぜひ来ていただきたいというところですね。すごい、実はこのツイキャスでコメントいただいている、そうあやちゃんさんがね、まさみさんからもメイクレッスンを受けてるんですが、あやちゃん、はい、ありがとう。ママが綺麗になると子供笑顔、妻が綺麗になると旦那さん惚れ惚れってことで、本当ですよね。もういいこと尽くしです、いいことしかないんですよね。そうそうそう、まあ、しかも簡単にというか、自分の日々の手この手でねスキンケアをするということがそれの近道なので、うんね、すごい、うん、あと努力は必ず報われます。やっぱり やった分ね、特に自分で実感できると思うので、うん、やっぱり、はい、なんだろう、そこで諦めるよりも、ね、私みたいにもう40過ぎててとかって言っても結局ね、 あれから2ヶ月で いくつになっても保湿のお話聞いて、はい、それからちょっと意識を素晴らしいですよね。その2ヶ月でちょっと諦めないでっていう、はい、そういう感じでやって、それでも多分まだまだ、はい、うまくできてるとは言えないかもしれないけど、やっぱりやらなかった時よりも明らかにやった方が結果はねついてくると思うので、ファンタスティックです、素晴らしいですね。そうなので皆さん、私でもズボラな私でも、いやいやいやそうちょっと意識変えるだけでね、はい、でも、うん、私教えてますけど、知っているけどやらないという人が多いんですけど、うん、知っているけどやらなければ知らないのと一緒ですので、そうそう何も変わらないですね。手を動かしてもらいたいんですね、うん。であとはまあ、こういうイベントを結構9月11日にもやるんですけど、実は10月11日にもまたアンズコーポレーションサマットね、あるね美しい美女と一緒にやりますので、10月11日も開けていただいて、ね、コンスタントにイベントをやって、みんなにね沖縄の女性のね美しさの土台を引き上げられるように、私たちもねここからこう声を出して綺麗になろう、スキンケアしようってやりますので、ぜひ皆さんね、イベントには足を運んでください、うん、そう多分最初で、ね、個人的にレッスンで、はい、自宅サロンに行くのはちょっとまだ勇気がないわっていう方こそ、うんうん、こういうイベントに足を運んでいただいて、そしたら誰かと一緒だったり、ねね、お友達と参加とか、うん、ママ友と参加してもらって、それからまたレッスン受けるっていうね、最初の入り口になんかイベントってね、はい、すごいなると思うので、 でも私全然気さくなので、誰が来て もう笑わしますんで気楽に来てくださいコスメ道具持ってあんまり持ってないんですけど大丈夫ですか、うん、って全然大丈夫ですよ。まずは楽しむ、それが一番ですね、うん、そこがスタートです、ね、すごいワクワクドキドキがあれば自然にその方向に向くと思いますし、はいはい、そうズボラな私でもその方向にちょっと向いたのは、ね、そうありがたいんですよね。綺麗になってましたので、そう皆さんもう、はい、今日もう大画面で見てください今日限定ね今日限定ねアップしてねそうそう、はい、大丈夫です。でもいつもお綺麗ですけど今日すっぴん見ましたけどお肌プルプルでしたのですごいやっぱ努力が報われるっていうのはね、ご褒美が待っている。そう昨日も、何ヶ月ぶりかにお会いした方がいて、はい、そしたら言われました、なんかしたのとか、なんかすごいもういつものやっぱりメイク素晴らしい、まあうんうん、だいたいナチュラルな感じなんだけど、はい、なんか肌が綺麗みたいだけどって、でもやっぱりちょっと忙しかったので出てます疲れてはいたんですよ、はい、疲れてるのに肌が綺麗なんか嬉しかったでしょ。そうなんか、ね、そんなになんか要は気づくほど、うん、なのかなって自分ではやっぱり自覚、ね、ないでしょ。なんか自分でやってるだけで、うんうん、一応なんか なってるかなみたいな感じだけど、誰かが気づくと、うん、なんかやっぱりまた頑張ろうみたいな、やっててよかったなってよかったってね、うん、そしたらまた続けられるので、やっぱりそういうのはそれは幸せを生むんですよ、うん、で見る人もね、綺麗な人見ると嬉しい気持ちになりますので ね、自然に褒め言葉が出るし、私もありがとうとか、うん
ぱり第一印象もね変わってきますし、なのでぜひそう太鼓さん今日は大画面でいいですよ、大画面で今日限定でね、はい、でも来週もちゃんと大画面に耐えられるようにちゃんとしてきますぜひもうでも、まあ、ナチュラルが美しいなおさんですけど、今日はちょっとね大人な雰囲気を出しながら、はい、眉毛もいつもより太くっていう感じで、そうなんかいわゆる女優メイク、そう女優さんになった気分です、はい、でも眉毛って本当大事で、眉毛ふさふさっていうのは可愛さの根源です。やはり大事、女子は特にね、だと思います。そうもう、そう私はもともとそんなに眉がないので、うんうん、やっぱりある人は羨ましいんですよ、ね、私。あと描くのも楽になるんですよね、うん、眉尻ちょちょちょってぐらいとか、ほんとそれでもう眉お手入れもね、うん、そんなにしなくてもやっぱりふさふさっていうのがね大事、可愛さの根源、2回言いますけどねそう大事です、増やしてください。そうそう、うん、もうね前回に引き続きポイント、皆さん前回はお肌のケアですね、はい、土台作りっていうことでメイクですね。そうで今回はしっかり眉毛ふさふさで眉毛はそうですね、ふさふさと、あとは忙しい時にはチークを入れるといいですよ、うん、なんかそれだけでお顔は明るく見えますし、なんでしょう、人にいい印象を与えますね、うん、なのでチークをねさっとひと塗りしていくと、あと大ぶりの筆があるといいので、うん、まあ、100均とかではなくて1本持てば意外と持ちますからね、うん、もうやっぱり物が違うと、この使いてるものが良くても そのねブラシが違うだけで、そうなんです、残念なことにテクニックがなくても、うん、ある程度のブラシがあれば上手にふわっとつきますので、うん、そういう感じでやっていただくのと、あとはね黒い服を、まあ、チークに関してはね着るときにはお顔の色がね若干暗く見えますので、うん、チークは盛るというね、盛る感じにするとこうお顔がね、うん、暗いだけじゃなくて黒い服を着ても映えて見えるというようなね、うん、感じに見えますので、ね、ちょっとそういう意外とね理論的というかメイクってね、うん、ただわわわってやるんじゃなくて、今日の服の色はこれだから、うん、チークはこんな感じにしようかなっていうと楽しくなるので、一応私とかなんですけれども、まず洋服ありきなんですね、洋服選んでメイクを決めていくっていう感じでもやっていきますね、そのちょうどいい感じでメイクが入るようにっていうので、うん、今日も私ちょっと暗い感じのものなので、はい、うんうん、すごい明るめにしてもらって、ね、なおかつ40代でも可愛くっていう今日は可愛いチークしてもらいましたので、ね、画面でもちょっとチークの色見えるかなって感じですよね、綺麗ですね、そうそう、大塚健二さんふさふさいい響きですねひふみさん眉毛大事、そういえばしっかりしてましたね、大吾さん眉毛少し補足したい、そんなにふさふさなのひふみさん最近の、眉メイクで眉頭くっきり描くのがあるけど、あれはいただけ ん眉頭はぼかして自然がいいと思います、男性の方の、ね、ひふみさん素晴らしい意見ですね、さすが眉頭は難しいんですよ、眉毛描くとき一番がっつりいくと本当に描いてますみたいな感じになるので、確かにすごい眉頭はね本当ねないと、特にテクニックがいるんです、うん、ね、やっぱり男性から見ても印象そうやってあるってことは、うん、やっぱり上司的にもちゃんとね男性の意見聞かないと、うん、男性から褒めてもらえませんよそうです ね、はい、やっぱりね綺麗にしてるとね、うん、隣にいる男性もきっと嬉しいと思うんですよね。そうそう、多分綺麗な人、子供だけじゃなくてね、あるとみんなにも褒められるし、綺麗な人連れてるねってなると思うので、うん、皆さんぜひ綺麗なメイクできるように頑張りましょうね、うん、はい、土台ですね、はい、もうあっという間ですね、もうエンディング流れてきました、うん、そう、ありがとうございます。今日のエンディングはジュジュでプレイバックをチョイスさせていただきました。これ確かメイクのCM で使われていたので、そう今日まさみさんなので、はい、そう今日は綺麗を土台にしたってテーマにした曲をセレクトさせていただきました。ありがとうございます。今日もあっという間のお時間です。ありがとうございます。ありがとうございました、はい、この番組は有限会社二平デービルとユンタクコーヒーの提供でお届けいたしました、お相手はパーソナリティヨギナオとミキサーのキャント、ゲストはテリアまさみです。はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました、はい、では皆さんまた来週です。バイバイ。ありがとうございます。
ね、私っぽい。これ面白い。眉頭は恋の始まりに似てるわ。突然始まると不安になら名言名言これまさみ語録にすごい入れていいんですかね。すごいね、まさみ語録に面白い。さすが確かに突然始まるとなんかちゃんとしっかりねオチがある、うん、僕の中学生の頃ですね。曲のチョイスもありがとうございます。恋ですね。チュースチュジュジュジュも好きで綺麗な感じでメイクして、なんかこのプロモーションがそんな感じなんですよ。綺麗なお姉様たちがビキニで海でっつって、そう綺麗にして、ね、夏を楽しみましょう、ね、マスカラの CM かなんかでしたっけ、ね、そうなんかメイクの化粧品の CM だった、ね、でしたね。太郎さん俺はビキニありき来たことで、ね、ごめんねごめんね今出してきたシュプリームさん、お母さんが今向かってるんです。あ、そうそうそう。じゃあ次のではナイズ、あの8時からのですね、はい、と明日の木曜日の9時から、はい、ヒーフミズバーっていうすごい人気番組持ってますので、はい、聞かなきゃ。そういいですよ。すごいもう本当に忙しくて大丈夫です。流すだけで。大塚健二さんありがとうございました。太郷さんお疲れ様でした。ひふみさん自然に仲良くなれば長続きする感じ。あ、確かに自然にね。あやちゃんさん、あ、楽しみながら勉強になりました。浴衣でお出かけね、やりましょうね。またよろしくお願いします。あやちゃん、たくさんのコメントありがとう。聞いてください。はい。はい、後ほど、あの、まさみさんにも、聞きます。はい。あの、番組宣伝しておきます。ありがとうございます。もうあっという間で、今日もありがとうございました。いや、楽しかったです。めっちゃ、本当にがっつり宣伝させていただいて。いいね、いいんですよ、もう。大感謝。でもなんか、本当あっという間ですね。ありがとうございます。では、ツイキャス切りますね。皆さんまた来週ありがとうございます。バイバイ。